はじめにですね、その私からの徘徊、挨拶ということになっておりまして、皆さん、今日は本当にお越しくださいまして、ありがとうございます。まあ、この、イベントはですね、まあ、共催は、ラムステック日本海洋研究開発機構 と、日本水中ロボネットでございまして、でこの他にもですね、横須賀市、それから日本デザイナー、それから、まあ、非常に多くの皆様の、まあ、この水中ロボコンというイベントについて簡単にご紹介をさせてください。このイベントはですね、もともとは我々水中ロボコン推進会議というですね、団体を作っておりまして、それはですね、当時東京大学の教授であった浦和玉木先生が、主導で進められたものです。それで、2006年にですね、神戸で水中ロボットフェスティバルというイベントが開催されています。そして、その後ですね、まあ、関東と関西で年1回ぐらい、開催をしておりまして、ここジャムステックでは、2010年から開催させていただいております。震災で開催できなかった2011年を除きまして毎年開催させていただいております。まあ、会を経るごとにですね、皆様で、参加人数を増えて、今では水中ロボット協議会としては日本を代表するイベントになっております。で、まあ今回はですね、フリー一般部門とそれからジュニア部門に非常に多くの皆様に参加いただいておりまして、過去最大の参加人数ということになっております。でこのイベントはですね、やはり運営側ももちろんですけど、やはり一番重要なのは参加者の皆さんが、ね、やっぱり今回来てくれて頑張ってくれているということだと思います。で、昨日からですね、いろいろ見ているんですけど、非常にどのチームも個性的なロボットを出していて、今日の水槽競技をとても楽しみにしています。皆さん頑張ってくださいということで、私、水中ロボコン in 2018ジャムステックをここに開会をさせていただきます。では続きまして、本、この会場でありますジャムステックを代表いたしまして、海中工学海中工学センター長の代表海中工学センターの、技術部の部長である吉田様より、ご挨拶をいただきます。おはようございます。今日はとてもよく晴れまして、気温も37度、しかも今日は皆さんが戦うのはプレファブチックな作りのプールでございます。下にはプールがあり、上には鉄板があるという環境でやっています。私たちがやっているこの水中ロボットはフィールドロボットという分野のロボットでございまして、過酷な環境でやる我々が想定していない未知のところで使うロボットなんです。その、水中版で今日は真水のプールでやりますけども、コンディションとしてはロボットだけでなく皆さんに対してもコンディション過酷です。この下で動かせるということは皆様のロボットと、そして皆様自身の出来がいいということになりますので、今日優勝された方、もしくは入賞された方はもう群れ合わせていっていただきたいと思います。そして、残念だった方もですね、今日の経験を生かしフィールドロボットの難しさというものをですね、十分味わって、次の糧にしてください。ロボットン実は出たけどつまらなかった人は、いやでもイベントとしては面白いかもということで、イベントの方で積極的に、この貢献してもらえばいいかと思います。そして今日は水中ですが、技術的にはこれは第一歩です。実際に使われるフィールドは、真水よりも海の海水の方がずっと多いので、今日の、技術的にはですね、今日の、ことは第一歩と思ってですね、
優勝したとしても胸を張っていいですけど天狗にならず、さらに先を目指すということをぜひお願いしたいと思います。そして今日は先ほど牧先生から自己委員長からもありましたようにこれだけたくさんの人が集まってきてくれております。競技者はもちろん、応援の方々もですね、精一杯、お互いに協力して、会を盛り上げていきたいと思います。以上、海洋工学センター長代理吉田でございました。今日は頑張ってください。どうもありがとうございました。本日はですね、本イベントをサポートいただいております、ね、地元横須賀市より、ね、副市長の田中様、それから、市議会議員の加藤様、それから、政策推進部の部長の井上様はじめ、LINE の方にお越しいただいております。で、代表いたしまして、副市長の田中様よりご挨拶をいただきます。ただいまご紹介いただきました横須賀市副市長の田中でございます。本日はロボットコンベンションにご出演ありがとうございます。去年も私が国際大会で皆さんから受けた要素は横須賀の有名な大群カレーを見上げてほしいと思っていまして去年はなかったものですが今年は私は海洋研究開発機構キャンプ大好きで深海を専門の名前を横須賀という名前につけることができまして、このように世界に誇れるあの研究所が横須賀にあると本当にあの誇らしく思っています。去年あのちょうど受けていた時に、上野の博物館では深海展がありまして、私はあの深海展に行ってそれ以来毎週ですね寝室にはこれを貼ってあります。電気を消すとそれが浮き上がってきます。今日は剥がしてきてどうしたのって言われたので私も本当は NHK の番組がいろんなので深海のこととか未知の世界のこととか分かるのが大好きです。ぜひ今日の関係者の方とお話したんですけど6500人なんですけどもっともっと大事なことを考えているのがカレーになるかと思っているのもそれに今日のコンベンション、皆さんがこういう技術がいろいろアイテムがそれから未来の会社のファンファンになっていると思います。今日上地市長がどうしても学んでいるということです。市長からメッセージを預かっていますので、本日ここに多くの皆様のご参加を得て、水中ロボットコンベンションジャムステック2018が盛大に開催されますことに心からお礼を申し上げます。開催にあたりご尽力されました実行委員会の皆様深く敬意を表します。ご存知の通り本日の会場であるこのジャムステックは世界海洋技術の最先端を行く研究開発機関であります。このような機関が横須賀にあることは私たちにとって大きな誇りであると思います。またも全国から大勢日本の未来を担う若い方々に横須賀にお越しいただき水中ロボットという最先端の技術に関する大会が開催されることは非常に喜ばしいことであります。本日は皆様の努力の成果を惜しみなく発揮していただくとともに参加者同士の交流を深める良い機会となることを期待しております。また大会への参加だけではなく横須賀という町自体もぜひ楽しんでいただければ幸いです。私たち横須賀市では海洋都市としての街づくりを目指すため横須賀発の海洋技術の創出に向けた取り組みを進めるとともに横須賀海運カレーといったグルメなどにより横須賀の魅力を発信しています。本日はこの横須賀海運カレーを記念品として用意させていただきましたのでぜひ皆様に味わっていただければと思います。結びに本日お集まりの皆様のますますのご活躍とご健勝を記念いたしまして私の挨拶とさせていただきます。平成30年8月26日に横須賀市長を申し上げます。今日のコンベンション皆さん頑張ってください。
ました海軍カレーはですね、受付に準備しておきますので、お帰りの際にですね、ぜひお受け取りいただければと思います。早めに受け取っていただいても構わないんですけど、プールに持っていくと熱くなってしまうので注意してください。あとですね、今回協賛企業ということで2社の企業様に協賛いただいておりますので、簡単に紹介させていただきます。まずですね、プリンです松山工業株式会社様あちらにブースがございまして、リサイクルラバーといいまして、水中ロボットで使えるような材料ですね、プラスチックとかゴムとかそういったものをですね、ただで配布してくださっているので、ぜひ、お立ち寄りください。それからですね、フルデックスのですね、はですね、最近話題 の水中ロボットのベンチャー企業でありまして、今回はですね、自社開発されている ROV の実況ですね、そちらで展示いただいておりますので、ぜひ、ご覧ください。でそれからですね、他にも協力いただいている企業がありまして、ORVROV のですね、体験操縦を、プールで行っております。競技の合間の昼休みとかですかね、ぜひお立ち寄りいただければと思います。であとですね、日本水産株式会社様より、魚肉ソーセージのお土産をいただいておりますので、こちらもですね、合わせてお帰りの際に、お受け取りいただければと思います。じゃあ、続きまして、私の方から簡単に距離の説明をさせていただきます。今回のロボコンはですね、一般競技部門、それからジュニア部門という2つの部門で構成されています。で、距離はですね、それぞれ同時並行でプールで開催していくことになります。でまず一般競技部門なんですけれども、今年はですね、フリー部門という部門のみの開催となっております。フリー部門といいますのは、特にロボットの制限は設けない、どんなことをしてもいいというものです。もう自由な発想によってですね、とにかくいろいろ面白い動きとか、新しい機能、動きとかを、自由に実現して、それをプールで、デモンストレーションしてもらう。でそれで、審査員が採用するということになると思います。午前中が10時半から12時まで。それから午後が1時から2時半までですね。それぞれ各チーム、全12チームなんですけど、5分ずつ、順番に演技を行います。で演技の時間割につきましてはですね、1枚物の紙がですね、受付で配布されております。でまだお取りでない方はぜひ、お取りください。それとですね、ジュニア部門と申しますのは、主に中高生ですね、まだ経験はあまりない、今後の、若手なんですけど、ロボットの機材をですね、こちらから提供いたしまして、それを、組み立てて、競技を行うというものです。で、遠隔操縦式の、いわゆる ROV というタイプの水中ロボットになってまして、これで、機関を拾うという競技ですね、決まったルールに基づいて、競技を行うということに。水槽をですね、半分に分けまして、半分が、ジュニア部門で、半分が一般競技部門ということで、進行しておりますので、よろしくお願いします。あとはですね、各チームがですね、この隣の部屋などで、いろいろとロボットの調整作業を行っておりますので、そちらもですね、ぜひ、ご覧いただければと思います。じゃあ、最後にですね、安全上の注意というで、安全管理者のジャンプテクの西村と申します。3点ですね、安全に関すること、それからもう一つは食事の時のゴミの分別の話もします。それから最後は撤収作業のことを早々と
他チームの皆さんには昨日一昨日をお話ししております。今日は見学に来られた方に対してはまず床の上ですね、いっぱいケーブルが這うと思いますので、それぞれ、足に引っ掛けると転倒も大変ですけども、そのチームも参加ができなくなるということもありますので、それをぜひご注意ください。それからもう一つは、昨日意外になんとか過ごせたんですけど、今日はおそらくこれまで経験したことのない暑い競技会になると思います。命を守る行動をとっていただくようにお願いいたします。それで、特にスタッフの方とか見学の方、ずっと向こうにおられると絶対に参っちゃうと思いますので、飲み物を飲むということと、それからあそこに洗面所がありますので、常に顔とか手とか足とかを冷やすようにするとかですね、工夫していただきます。それから入り口に入ってすぐ左手にですね、給養室で貼ってある、そこはクーラーガンガン冷やしてあります。で、今日お弁当を持ってきた方とか心配だったらそこに置いといていただいてもいいし、ここでもいいしですね、ちゃんと名前を書くサインでも書いてありますので、それで弁当も腐らせないようにぜひお願いします。で、2つ目その弁当なんですけども、この横須賀市は横須賀市は、日本でも最も多分ゴミの分別が細かいと思います。それで例えば弁当についている醤油とかマヨネーズとかですね、あれ中身全部絞り出して、ちゃんとコップを置いてありますので、それで捨ててください。それでよくビニール袋を縛って捨てる方がおられるんですけど、それ我々全部開けてます。開けて中の割り箸とかですね、それから残ってる残飯とかですね、それ捨てて確認しております。だから絶対閉めずに分けて捨てるようにお願いします。で、最後が、撤収作業です。今日は日程が、タイトですので、自分の競技ですね、ここにありますこの順番がもう済んだ時にはもうそれで撤収をして、とにかくプールの2階のフロアからはとにかく出すって、本館の方にとにかく荷物を出すようにしてください。それで最後にその水洗いでですね、床をゴシゴシともう清掃するところまでをして、閉会式に行きますのでですね、速やかな撤収をよろしくお願いします。あと宅配便を利用する方は後で受付の方にお願いいたします。私の会場です。ありがとうございます。それではですね、これで、開会式まだチェックされてない方はぜひ受付でチェックをお願いいたします。 あとですね今日暑いんで、特にプール等は、今年初めてですけれども、アイスボックスと用意しましたので、ぜひ利用してください。タイマーの表示があるところの後ろの方に用意してありますので、あと紙コップも用意してありますが、だいぶ予算が少ないんですから、あんまり数がありませんので、できれば一人一日ということで、お願いします。ペンも置いてありますので名前書いてます。で、あとこの受付の前のところにも冷たい飲み物を用意していますので、ご自由にご利用ください。それでは、これをもちまして、開会式を、終了させていただきます。はい、すみません。今ご覧になっているのはプールの風景で、音声もここに流すようにしていますので、できるだけここで十分休業を取りながら見たいプログラムの時に行くとかですね、そういう工夫もしていただければと思います。本当はハイビジョンで、出したかったんですけども、ちょっと機材の方がちゃんと調整できてないので、見にくいと思いますが、ご容赦ください。これで、開会式は終了とさせていただきます。じゃあ参加者の皆さん、頑張ってください。
競技をですね、5分後に決まっておりますが、10時半から開始しますので、